巧克力沙拉，你的啤酒呢？有密斯提来为大家播报。哎，密斯提さんじゃないか。哦，アベントタイムの。哎，班长的震惊是最大的。有没有看到？相変わらずいい声だよね。不好意思，现在聊天室都不看了。哎，艾玛，艾玛知道那个声音吗？どうしたの？この声は皆さん。この喋っている人を知っているんですか？ああ、ミスティさんのことか。アーベントタイムというラジオ番組のパーソナリティを務めている人だが、メガネをかけたお姉さんで、たまにトリスタで見かけるよね。是ミスティ跟他有什么关系吗？还是他知道他是那个人？スタジオがあるから、当然といえば当然だけど。嗯？班长、难不成你认识他吗？それでは皆さんお聞きください。居然在这种时候埋梗。这么说来，我觉得班长梁龙这反应有两种可能。第一种是班长有在听看那个舞台剧，所以对这个声音很了解，然后一听这声音就知道他是那舞台剧的人，所以很惊讶，也代表就是前提当然都是班长之前都没有在听密斯提的演说啦。对，这是一个可能，但这可能性就普普通通。那另一种可能就是班长跟密斯提有关，对，那班长的身份很特别，大家都知道，所以说不定密斯提他的身份也是不只是歌姬，不只是广播员，也可能是很特别的身份。但那件事情先放一边，大家来听奥斯本了。哦，应该会有一些画面吧。有了，现场画面。好紧张哦。諸君も。ここ数日の信じがたい強豪を存じるかと思う。みんな何相信するか。歴史と帝国の属州であるクロスベルが独立などという国際宣言を行う。居然是谴责他这件事情。あろうことか、帝国が預けていた資産を凍結した。冻结资产这件事情是蛮过分的。这件事情其实就主要变成是由克罗斯贝尔来掀起对战。当然。我々はそれを正すために行動した。それは侵略ではない。这不是侵略。宗主国としての権利である、義務ですらあると言えよ。宗主国的权利啊。しかし彼らはあまりに信じがたい暴挙に出た。ガレリア要素、帝国を守る鉄壁の守りを。所以这边他会对全国人民说清楚吗？これを消滅せしめたのである。将他毁灭了。諸君、果たしてそのような悪意を許していいのか。哇，所以宰相这边其实没有要特别说明一些什么，而是反而是要用他的演说魅力，让所有人民可以接受接下来要发表的事情，也就是像是宣战。偉大なる帝国の誇りと栄光を傷つけさせたままでいいのか。不过如果你想让你自己你是帝国的人民的话，你所收到的这些情报，那你一定会觉得对，必须开战。对啊。哇，战争无可避免啊。对啊，一如大家所预测，因为这真的是无可避免的。主要其实算是克罗斯贝尔的发起啊。你看看，你宣称独立，然后用直接冻结人家的银行账户，那其实就是
一个霸道的方式去进行，对，那自然而然会掀起这样的事情。明天阿姆，他在传递讯息，告诉他那边的人说克洛的死亡。他在打克洛的，还是打给谁？何を言っている？僕が受けていた曾经是一番重要だった任務の話。他来说了。もうちょっと早く気づけばな。でもまあクレアもレクターもおじさんの読みすら上回ってたし。今回ばかりはクローの勝ちでも仕方ないね。は？どうしてそこにクローの名前が出てくるの？至少克洛，我觉得克洛应该不会是猫星人。なるほど、そういうことか。ミリア、あんたの目的の一つは、不会吧？帝国解放戦線領袖。死んだ男が一体。Cの行動パターンから情報局がプロファイリングして導き出した可能性のうち、何？有力な可能性の一つが。トールズ士官学院の関係者。不会吧？这感觉吗？でも C は鉄鉱山の事件でメンバー全員と。C 被炸死这件事情，从一开始我们就说这不可能的。对，这绝对，不好意思，这绝对是不可能的。只是没有想到他的真实身份。护送者是？对啊，那时候。そして崩落に邪魔されたとかで結局後から現れたんだったか。哇塞！でも実は戻ってきて別のルートから回り込んでて仮面と黒装束をまとって私たちと戦って。何？何？有那么厉害吗？不可能，那么野吗？这哪门子妄想？真的啊，这哪门子妄想？超级牵强啊！ガレリア要塞の時もそうだが、爆発した飛行艇からも C の声が聞こえたのだ。对啊，那时候也在啊，那时候他跟大家在一起啊。それにクロウ、要塞の時は、没有说要事先录音的吗？それは確かに。そして。我が名はシス、帝国解放戦線のリーダーを務めるものである。次なる我らの鉄槌、せいぜい楽しみにする。也是啦，他所讲的这些内容事先录制也没有关系，因为毫无现场感，就是他所说那些话就是都是可以事先录。声なんて録音で何とでもなるわ。爆発した飛行艇にしても単純な動きなら自動操縦できるし、確かにアリバイは崩せるのよ。他也可是这样真的是他，他也太强了吧？そういうこと。为什么？为什么克洛要说这些事情？不会吧？この調子じゃ C はもちろん他の幹部も無事っぽいかな。不能相信。ドライケルス広場に行ったということ。我以为只是反派军的协力者，但没想到是 C。スゴ腕の狙撃手に隙を見せたら終わり。もし鉄鉱山で飛行艇を撃墜したのがクロウなら、自己急。他跳下去，那时候在铁矿山，他跳下去，然后飞机是用自动驾驶，然后狙击的其实就是克洛。那时候还以为是别人来狙击，甚至还以为是别的执行者。確かに、もう間に合わないわね。哪里？又有了。怎么可能会来不及？当米利亚姆一接到，我觉得这可是这很奇怪。当米利亚姆那时候马粪一说出这些情报的时候，我觉得米利亚姆做出任何的行动都还来得及啊。他有银币啊，
就算不用银币去联络相关的人也可以啊。除非这一切也是他们的预算在内，因为在币之轨迹的时候，当初收到宰相受到重伤的这件事情，我一直都觉得只是宰相的一个局。没关系，让我们来看看。すでに皇帝陛下からも心強いお言葉をいただいております。この十五字法、帝国政府を代表し、在死宣言。What? What? 天哪！我靠，超远距离耶！哇塞，有点帅。这就像现在就在等看他是宰相说完还是说到一半。果然没有让他宣战，而且这句话的声音是克洛，真的是我的天哪，克洛，哇，这是什么东西啊，哪里？心脏哎！見事だ。哇！克洛安布斯特。What？ 走过去。我不愿意相信，我觉得。宰相没有那么的简单，他是假装的吧？真的？我不知道。你就像，就像，我觉得反应时间一定来得及啊。当米利亚姆知道，因为你看他们事前其实都已经有做这些预防。米利亚姆来这边最重要就是来调查，对吧、啊？那他也说这些其实就已经有怀疑到克洛。那当一收到，从马粪这边一收到克洛去帝都，就其实就已经可以料想到。是有问题的，那他给相关人员一些通讯讯号也好，这场演讲做一些防备措施也好，一定都来得及啊！我觉得，就算米利亚姆没有时间赶不上这一场，我觉得也都来得及啊。就是其他人啊，冰之少女啊，还有很多人可以做啊。手举起来。哦。真的，克洛，冰之少女，やはりあなたでしたか。果然是你哦。帝国解放戦線リーダー、いいえ、旧ジュライ四国出身、クローアームブラスト。旧朱莱四国出身的克洛，朱莱四国是被占领的那个地方的。出身は完璧に偽装できたつもりだったんだ。玄さん。アランドールあたりに嗅ぎつけられちまった。ヤランドール。特定できたのは先ほどです。刚刚才。偽装で撹乱されなければ、もっと早く特定できたのに。よくも、よくも閣下を。什么？这个偷袭真的成功了吗？まあ。8年前にジュライが帝国に併合された時と同じ。果然是那个ジュライ当初被帝国并吞的时候，在这故事内容中有一直提到。こいつはそういうゲームだ。什么东西啦？あんたの親玉が好きだったな。啊！我的下巴。これだけの仕込み、必ずや背景を喋ってもらいます。それは無理だな。他的伙伴还在啊。怎么了？怎么了？太扯了啦！太过分了！扯
了。